チャン・グンソクは韓国の俳優、歌手、モデル。2010年1月よりソウル市広報大使を務めている。1993年6歳の時に偶然自宅に来た映画俳優が彼の両親にお子さんを俳優にしたらどうですかと勧めたことをきっかけに子供服カタログのモデルとして芸能界入りする。父親が授業に失敗したため、 子役モデル時代、生活のために下着広告のモデルをしたこともある。1997年、HBS のシットコム、幸福も売りますでテレビ番組デビューを果たし、以後、テレビ番組を中心に、子役として活動する。2001年、歌手ボアと共演した、SK テレコム、ティングの、テレビ CM で注目を浴びる。2004年、 シットコムノンストップ4に出演。同年、初めてのラジオ番組、チャン・グンソクのヤングストリートで韓国における最年少 DJ となる。2005年、韓国で話題の映画を紹介する SBS の番組、TV ボックスオフィス内のチャン・グンソクの新作コーナーでテレビ番組の司会に挑戦する。2006年に出演したテレビドラマ、ファンジニで、 最終的な知名度を得る。同年、日本ホラー映画、着信ありファイナルに出演し、日本での知名度も上がる。2008年、ベートーベンウィルスに出演。2009年、ドラマ、美男ですねで、イケメンバンドの気難しいリーダー役を演じた。2011年1月、タイのお菓子メーカーお札パーの、オーレキャンディの CM で、タイで、モデルデビュー。 2010年10月12日、中国と東南アジア向けにミニアルバム、ザ・ラウンジ H ボリューム1を販売することを発表。2015年1月、税務調査による追徴課税を受け継い彫金納付を、韓国国税庁に行った件により、韓国でのテレビ番組を降板。2018年7月、兵気入隊。社会含む研修センターに入所後。 ソウル消防災難本部で2年間の代替服務を終えて2020年5月29日に除退。韓国でノンストップ4、美しい人生、ベートーベンウイルス、ビナンですねのサウンドトラックに参加。また、3枚のシングルを発売している。2011年日本デビューシングル、レミー・クライが初週売り上げ11.9万枚を記録し、5。 旧不習慣シングルランキング首位に初登場。海外アーティストでは史上初の快挙。2011年10月、チーム H としてビッグ、ブラザーと共にザラウンジ H ボリューム1を中華圏と東南アジアで初めて EP アルバムをリリース。2012年5月、初のアニメ映画の主題歌に起用されることが決まった。 劇場版フェアリーテール法王の巫女のオープニング主題歌で楽曲は2012年5月30日に発売となるファーストアルバムジャストクレイジーの一曲目に収録されている200マイルズ韓国の報道によればチャングンソクはペ42以上に日本で人気が高く銀座の電光掲示板でチャングンソクの顔が流れるのが東京では 日常的な風景となっていると報じられている。彼はファンをうなぎと呼んでいる。彼の大好物がうなぎであること、その大好物と同じように自分にパワーをくれる存在であるファンに敬意を表してそう呼ぶようになった。英語圏ではイールズ、日本ではそのままうなぎと呼ばれている。彼の韓国にある個人事務所の中には至るところにうなぎグッズが置かれている。 再造において、チャイン軍則の出迎えに、羽田空港に集まった、日本人ファンたちが桜であったことが伝えられ、韓国大手メディアの韓国 SBS や、中央日報でも取り上げられる事態となった。これによると、桜の募集条件は、高校生から40歳代までの女性で、桜の一人の女性は、あるテレビ番組を観覧してから、韓流スターの桜の募集が、 定期的に届くようになったという。出迎え当日には、東京駅から羽田空港までの送迎のバスが用意され車内で、チャンについてのデータが紹介され、2000円の報酬と、軽食と出迎えに使うグッズがお土産として渡されていた。また、出迎え人数は800人と、各メディアで報道されたが、実際に集まった人数は100人程度で、男性スタッフが出迎え、 現場で報道陣に対して主催者発表800人ですと言い回っており、これが後日そのまま報道されていたことが日イ再造により報道された。チャン,グンソクバンコクのサイアムセンターにて1987年ソウル市で生まれる。一人っ子である。ドニイ諸島学校、高層中学校を経て吉山高等学校に入学。高校一年生の時に 母親と一緒にニュージーランドに語学留学し、英語を学ぶ。2006年から関洋大学演劇映像科に通学する。趣味は音楽鑑賞、料理、射撃、インテリア。特技はスキー、スノーボード、車。現在、イングリッシュコッカースパニエルのソフィー・マルジェラ・アントワネット・スニという名の犬のペットを飼っている。軍則はスニを。 妹のように可愛がっており、ファンミーティングなどに、軍則に連れられ登場することもある。現在すには、チャイン軍則の自宅ではなく AG コーポレーションで、管理されている。2011年、東日本大震災被災者支援のために、日本赤十字社に1000万円と、頑張れ、日本と、メッセージと、メッセージが書かれた、毛布5000枚を寄付したほか、 チャリティーオークションイベントを開催し、収益金112万6004円を日本赤十字社に帰宅した。シングルアルバムベストアルバムデジタルシングルサウンド、トラックその他のチャート入りした曲ミュージックビデオタイアップシングルサウンドトラック。ありがとうございます。